名古屋市によりますと、7月15日から21日までの1週間で報告された新型コロナの感染者の人数は、定点医療機関あたり 18.27 人で、今年に入って最多の感染者数です。5週連続で前の週を上回っています。特に7月に入ってから増加していて、新たな変異株 KP3 の広がりが要因の一つだとしています。名古屋市は、夏休みやお盆の時期に旅行や帰省などで人出が増えることが見込まれるとして、熱中症に注意しながらのマスクの着用のほか、換気や手洗いなど基本的な感染防止対策を呼びかけています。